来たかマスター。ちょうど良い頃合いだ。座ってくれ。最後の一つ、最後の一掘り、これにてしまいだ。よし、好きなものを持って行ってくれ。というか全て持って行ってくれ。日頃世話になっている霊に掘ってみた次第だ。大したものではないが、それなりの額で売れるだろう。何かの足しにしてくれ、マスター。まあ、数あることにさして意味はない。ただそうだな。一つだけは手元に置いてくれると嬉しい。そうか、まあマスターの連れというわけではないんだな。この辺りの木片でいいな。よっと。いたた、何をするより。当たるとは思わなんだが、セイバー、そこで何をしている。マスターに黙って隠形なぞ。気がそれていなければ君の投擲なぞ当たらぬものを。なぜ気をそらす。それはなぜわかった。なんだ、マスターがチョコレートをいおりにあげて、いおりがお返しを用意すると言ってこちらに引っ込んだのを、偶然にだな。偶然に見かけたものだからちょっと様子をうかがっていたのだが、よもや見抜かれるとは。悟りの会に縁があるのか、マスター。音響を見破ったのは俺だぞ。違う、よしについてだ。それでマスター、何をもらったのだ。バレンタインのお返しの定番といえばマシュマロかキャンディーと聞いたが、なんだ。何でも構わんだろう。構うぞ。なぜだ。よしを取るのか。それはだな。首を突っ込んでくるとなればよしを問いもするさ。そもお前には関係ない話だろう。関係ない。よくもそんな口を。君は私のそのだな、私の私と。あいや、なんでもない。とく忘れろ。忘れるも何も、俺がお前の何だというのだ。ぽいっと。マスターが抱えているそれは何だ。はて、木彫りの像、どこかで前にも見たような。そうなのか。これは仏像、仏の似姿を木に彫ったものだ。ああ、そういえばそんな話だったか。よく君がせっせと掘っていたものだ。そうかそうか、あの憎悪か。なんだか懐かしい気持ちになるな。若旦那に注文つけられたりしていたな。俺はお前の前でも掘っていたか。そうか。うむ。目まぐるしい英月の儀の日々の中、糸間を見つけては君はそれを掘っていた。そうかそうか、カルデアでもか。変わらぬものだ、いおり。そうか。あまり笑ってくれるな。なんだかこそばゆい。笑うなというのに。すまぬすまぬ。しかしそれにしてもいおり、前から少し気になっていたのだが。なんだ。仏というのはなんだ？はあ？仏が何かを知らんのか？うむ、知らぬ。そうか。仏教伝来より以前の英霊がゆえ、そういう。なるほどな。いや待て待て、セイバー。ん？ではお前、もしや天輪女王が何かというのも知らぬ。天輪女王、アショカ王のことで合っているな。無論あの気風にあの魔力、大した英雄英傑であろうと感じ取ってはいたが、過分にしてよくは知らぬ。まったく困ったものだ。英月の儀の折もそうであったが、相変わらず従前の知識が私の頭には入ってこないようなのだ。私もさすがにこれはどうかと思い、かのお山の巫女に尋ねたところ、親権所有のアドバンテージの分引かれているようだと言っていたが。マスター、マスター、マスター、悪いが俺一人では手に負えん。手伝ってもらえるか？いや手伝ってほしい。是が非でも。セイバーがこのままではまずい、実にまずい。古今東西の英霊があまた行き交うカルデアの戦いにて、この無知ぶりはいかにもまずい。記憶が欠落した俺でさえ知識の類は付与されたというのに。ところでここにある団子は食べてよいのか？おーい、よいのか？よいな。食べるぞ。よし、食べてよいものと見た。はっ、もぐもぐ。この危機感のなさだ。マスター、最低限で構わん。セイバーに常識というものを教えてやらねば間違いなく骨が折れるぞ。マスター、どうか力を貸してくれ。もごもごもご。マスター、頼む。今その一歩踏み出して、扉を押し開けて大丈夫。丈夫、その願いが近づく。